こんにちは。東京カメラ部代表の塚崎と申します。本日は皆様お越しいただきましてありがとうございます。今日これからですね、東京カメラ部インスタミート、ビジット東館インスタミートを開始させていただきます。本日はですね、スペシャルゲストとして、東京カメラ部10選の井上さんと東川町長にご登壇をいただく予定となっております。早速お呼びしたいと思います。こんにちは。こんにちは。いやもういよいよ東京カメラ部写真展始まりましたので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければと思います。あ、町長、井上さん、こんにちは。こんにちは。あ、なんか バッチリ分断の壁も作られてこんな時代ですからね。守ってらっしゃいますね本当はね、ご一緒させていただきたかったんですけど、こういう状況下ですので、ちょっとこういう形で二元放送という形でお送りさせていただけると思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速ですね、ビジット東川インスタミートでございますので、東川町のですね、美しい井上さんが撮られた写真をご紹介いただきながら、街をちょっとご紹介いただければと思うんですけども、井上さん、ちょっとお願いしてよろしいでしょうか。あ、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速1枚目から拝見していきたいと思います。ここはどちらですか。あ、これですね、東川が、よく水の町とも言われるんですけども、東川町に恵みをもたらしている水が湧いているところ、源水の写真なんですね。で、東川町って水道がない町とも言われてまして、かなり水道普及率が低く、99% ぐらいの家がですね、井戸水を利用しています。で、大雪山旭岳、北海道で一番高い山の湧水をですね、みんなは利用していると、そういう素敵なところなんですね。はい、なるほど。旭岳の湧き水というんですかね、時が、はい、こう町の水道になっているということですか。そうですね。はい。それを象徴する場所がここですね。ここがまさに湧いてきている、はい、綺麗な場所ですね。ちょっと他にももう一枚、ここもそこですか。そうですね、はい、その湧き出た水が町に流れ出ている場所ですね。はい、この水を皆さん、町の皆さん飲んでらっしゃると。そうです。僕は月に25日外に出張に行くんですが、家に帰るとですね、一番最初にすることが、水を飲むことなんですね。その水を飲むとですね、やや固い水なので、やっぱり舌が覚えるんでしょうね。あ、うちの町の水だと。そんなこと思いながら、帰ってきたなと思いながら水を飲んでます。お、はい、正さんから東川素敵な町ですっていうのがコメントもいただいてますけど皆さん、もし、ね、井上さんとかね、ご質問ございましたらコメントいただければどんどん拾っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。なるほど。こう水がきれいだとね、全ての基本になりますよね。そうですね。なんかコーヒーまで美味しく感じますからねそういうもんですか。はい、で、贅沢なことにそれで洗濯をし、それでお風呂に入れますから。なるほど、天然水のお風呂に入れるんです。そうです。はい、すごいですね。素晴らしいですこれ、長女、こう天然水だけで暮らしている街ってのは結構珍しいんじゃないですか。珍しいでしょうね。多分全国でも、5本の指の一つだと思いますね。今、井上さんがおっしゃったように、ナチュラルミネラルウォーターで、毎日の暮らしがね、すべて賄えるということですから、こんな贅沢な暮らしをするところはないんじゃないかと思います。なるほど。ありがとうございます。これじゃあ、北海道の東川町という場所になります。はい。そして、じゃあ次の作品も、お、なんかこれ、すごい家のサイズの割に大きな田んぼがありますけど。そうですね。東川町はお米の町でして、豊かな水を使って、稲作をしているのが、この町の特徴です。だからこれは8月に取ったものなんですけども、稲がですね、緑に、どんどん育っているところで、で、よく風景写真を撮ってる人なんかは、美瑛町なんかをこうよく知ってると思うんですけども、その美瑛町は、この緑の水田の奥の方にある丘陵地帯で、で、向こう側かすかに見える山がですね、大雪山十勝岳連峰なんですね。はい、なるほど。ちょっと声を大きめということで、すみません、お願いします。あ、そうです。はい、すみません、申し訳ございません。はい、
ではちょっと次の作品も拝見して、これは、稲が育ってきこてれる。つい最近です。1週間前頃からですね、家の近くでトラクターの、コンバインが鳴る音が聞こえてきて、稲刈りが始まりました。この黄色い、ところはですね、すべて水田なんですね。緑の時期、豊穣の季節がついにやってきたと、そんな一日の写真ですね。ここまで来てるっていうことは、もう新米の時期っていうことですかね。そうですね。もう多分新米が売られてると思います。どうですか、もう新米出てるんですかね。9月の上旬から稲刈りが始まりましてね、調整して、ぐらいとおります。なるほど、もう9月からもう始まって、もう新米が出てるということのようですので、そしてちょっと次の作品も、これ、すごあ、いでそうすね。そう。これもね、同じく、町の上でドローンで撮った、水田ですね。真っ黄色ですね。太陽の光が当たった時なんて特に眩しくなるぐらい黄色くなりますね。本当にそうなんですね。そして次を拝見してみると、わ、これは何ですか？これは町のちょっと奥の方にある湧水公園というところでして、ここに一回水を溜めてから各水田に水を流しているようなんですね。おそらく一回水の温度を調整するとか、流量を調整するとか、そういう役割があるんだと思うんですが、夕方になるとですね、ここの夕日がきれいに水面に反射して、見えるというところなんですね。なるほど。早速ちょっと質問を拾っていきたいと思います。質問というかコメントですね。マミゴンさんからですね、おいしいお水でおいしいお米最高ですってのがね、そうですね。あとまたコメントいただきますけど、これ、ザストンフレッシュさんですかね、懐かしいなとおっしゃった。東川町あ、いごらっ存し知ゃっですたんでかすかね。ね。いらっしゃったんですかね。そしてここの冬の様子ですかね、こちらは。これはそうまですね。た。急にこんな真っ白になった、写真ではあるんですが、冬の厳しさはそのまま、美しさに、相乗してなっていくようで、これは、街の中を流れる中別川というところなんですけども、寒くなれば寒くなるほど美しくなり、氷点下20度になればけあらしが出て、太陽がそこに差せばですね、ダイヤモンドダストさえ見えるような、そんな素敵なところですね。なるほど。なんかね、北海道の観光というと、夏というんですかね、7、まあ、8、7、8月ぐらいな感じがしてくるんですけど、やっぱり9、10と冬にかけても結構綺麗なんですかね。そうですね、転げ落ちて冬になっていく様をですね、楽しむんだったら、今時期から11月頃が楽しいですね。山に近い方に行けば冬は味わえて、で、街中に近づけば、晩秋を味わうことができるのはこれからでしょうし、冬になれば真っ白になって、そこに太陽光線が差せばですね、青い影と白い、青と白の世界になって素敵ですね。なるほど。ことこと外遊びさん、北海道の景色また見に行きたいですとか、あと、浴衣赤パンダさんですかね、綺麗、目が覚めるっておっしゃってますね。ね、これちょっと、そして次の写真、こちら、おっと、すごいのが出てきましたね。あ、これ今朝ですね。今朝、朝日岳の上に行ってですね、紅葉がもう始まっているということで、紅葉し始めた朝日岳の、上を撮ってきましたね。ようやく紅葉ですね。はあ、ようやくってもう紅葉なんですかね。言葉もう間です違っよちゃったね。かな。もうですよね。いや、っていうか、これ今朝ですか？今朝です。うわ、すごいですね。今朝少しだけ朝日岳の山頂が見えてたんですね。慌てて登りましたね。ありが大とう丈夫ごです。ざい僕、ます。ロープウェイで登っただけですけどね。ロープウェイありますからね。この山頂まで簡単に行けるんですよね。これ素晴らしいです。質問いただいています。佐藤555さん、松岡町長は東川町のどの季節が特にお好きですかっていうご質問来てますけども。どの季節ということでもなくてですね、とにかく四季が素晴らしいんです。春の若い芽が増やしていくと、夏の爽やかな風と若い緑が踊る姿、秋のこの紅葉、冬の素晴らしいこの真っ白な雪の世界、
これ、どれ見ても素晴らしいので、一年通じて最高です。一年通じて最高と。なるほど、なるほど。いや、あとですね、MC 佐野理恵さんですね。井上さんの狐への優しさが伝わる写真のファンです。井上さんは個性とはどういうものだと思われますかってなんか来てますけども。個性、はい、個性ってあのインディビジュアルの個性ですか。そうですね、はいはい、狐の人生って意味で。いや多分あの多分井上さんとかその撮ってる人の個性でしょうね。あ、そうですね、僕は狐はあの最初怖くてちょっと気持ち悪いなと思ってたんですけども、撮ってるうちにだんだん可愛くて素敵な存在になりましたし、北海道という土地もですね、自分が生まれた土地ではあったんですけども、知らないことだらけで、ちょっとずつあのその土地のことや、美味しいものを知ったりですね、そこに生きる人のことを知って本当に知り合いになっていくと、またあの一段と美しいものに見えてきて、それを撮るというのがあの僕にとっての、楽しいことで、例えばあの航空会社の写真を撮るにしてもですね、自分が一番あの大好きな航空会社だと、自然とですねそこで働かれてる方みんなが僕は好きになってしまって、あの撮れるという、なんか好きになれば何でも撮れちゃうみたいな、そんな感じかもしれませんね。なんと好きになる大事なことですね、はい。これちなみに今紅葉がこのぐらいあの朝日だけ進んでるようですけど、ピークはいつぐらいになりそうですかね。例年だとちょうど今日ぐらいなんですけども、あのおそらく1週間ぐらいずれてしまってるようで、来週あたりまであの紅葉を楽しむことができるんじゃないのかなと思います。んじゃあ来週ぐらいが一応もしかしたらね、あの皆さんお越しになるといいかもしれない、はい、まだまだ諦めないで大丈夫です。はいはい、まだね、あの感染症対策はちょっとしっかりしていただいて、あのマスクもして、まあ、我々今こう完全に違う場所で放送しているので、はい、あのマスクをしない状況ですけども、あのそういうところはもうしっかり守っていただきながら来ていただくのがよろしいですかね。はい、はい、あ、なんか皆さんから受けてますね。あの小保吉さん、インスタライブのために登ってくるなんて井上さん真面目すぎって言われてますよいや、ロープウェイですから、ロープウェイ、はい、いや、あのこの結構高さでそのに簡単にこれほど登れる場所もなかなかないですよね。ああ、そうですね、その意味では相当あの素敵な場所ですね、はい、あの町の中心部から40分走ればロープウェイの駅があり、そこから10分でこの光景ですから、はい、素敵なとこですね、うん、本当ですよね。僕もあの1回の登らせていただきましたけど、あの山登りの移動者がゼロでしたもちろんね、あのロープウェイを使わないで山登りをね楽しむこともできますけど、あの、はい、辛い人には本当に楽に行けるっていう、うん、そうそう、このねお腹を揺すって登るなんてちょっと辛いですからねちょうちょうはあれ結構登山されるんですか。いや、もうここ30年40年ぐらいしてませんね。初めて登ったのが2度か3度ぐらいしかありませんから。あ、そうなんですね。なかなかね、登山も大変ですからね。でも、ロープウェイだったらね、簡単に行けますからね。はい。はい、俺、あの、ロープウェイ、あの、登れますので、ぜひ、あのね、いらっしゃいたい方、来ていただければというふうに思います。あ、もう、あとですね、あ、やっぱり、弥生さんから、弥生071415さん、今朝ですか、綺麗です。やっと紅葉進み出したんですね。進み出してましたよ。ようやくですね。いやでも、はい、普通の感覚からしたらもうなんですもんね。まあ、そうですね、あのこう東京の人間とかするとあの、うん、いやもうこうよみたいなまだ30度とかこの間言ってたんだけどみたいな感じですね。去年の今日は雪降ってましたからね、山頂付近は。あ、そうですか、はい、まあ、大変ですねそしてちょっと次の写真も拝見したいと思います。あっと、これはあ、これも朝日岳の中腹の紅葉ですね。はい、森林限界が迫る、そんなところですね。なるほど、木がだから一気に減ってくるところですね、はい、そうですね、はい、なるほど、これはすごいですね。うん、そして次もちょっと拝見、あ、日の光、あ、これもそうですね。これは昨日ではないんですよね、はい、これはちょっと数年前ですね、はい。ただやっぱりこういう山をこうまるで僕が登山してきたかのように撮れるっていうのは素敵ですよね。これあの実はですね、あのロープウェイの姿見駅の乗り口から撮るんですよ。そこがね、この辺綺麗に撮れるんですよ。あ、そうなん
ロープウェイ何本かやり過ごせばですね、これ取れちゃいますから。かなりお手軽に撮れます お手軽に山岳写真撮るカメラマンみたいな感じ出せますから。で、皆さん、ガチでね、こういろんな格好して、行かれるのが普通ですけど。いや、でもやっぱ望遠レンズで切り取ると、みんな切り取る場所違いますからね。やっぱ新しいものを出すとですね、あ、すげえなーと、登ったのみたいな、そんな話になるわけですね。これはすごいですね、本当に。いや、もう、井上さんがね、山岳写真普段撮ってないのに、なんでこれ山の写真がこれだけあるかっていう。ですね。あと、ことこと外遊びさん、北海道の大自然素敵です。北海道の四季の姿をすべて拝見したいです。ね、これ本当に。蝶々ね、すべて、四季がすべて美しいっておっしゃってましたけど、ね、ぜひ、ね、来ていただきたいですね。そうですね、今日の写真でも、四季の重要なところは紹介されると思いますので、じっくりと見ていただければと思います。写真でね、紹介されますんで、じっくりそこちょっと見ていただければというふうに思います。はい。そして、次の写真に拝見いたい。あ、これは。これ僕、松一番の美人の狐って呼んでるんですよ。狐を撮り始めた当初、なかなか狐を撮ろうと思っても撮れなかった時に、この狐だけは長く僕の隣にいて、40分ぐらいだったんですかね。一緒に撮らせてくれたんですね。で、時には一緒に寝っ転がったり、時には座ったりしながら撮れたんですけども、ちょっとね、この狐、他の狐より鼻が長いというか高いんですよね。で、ちょっと美人に見えて、思い出深い狐ですね。じゃあ東川町でも結構狐の写真は撮れるんですね。撮れます、撮れます。僕の家の裏にもですね、最近狐が巣を作って、で、夜になるとお父さんとお母さんがこの小狐のところに帰ってくると、小狐遊びに出ていないんですよ。そうすると、お母さんが、キャーン、キャーンって泣いて大変なんですよ。夜中の1時頃に、キャーとか聞こえてくるんですよ。ギャー、ギャーってすごいんですよ。いろんなとこに狐はいますね。なるほど、いるんですね、これね。おお、ね、東京はちょっとこう平らなその田園風景っていう雰囲気だったので、ね、そこに狐がちょっといると思ってなかったんですが、なんか次の写真も狐ですね。あ、これはまたいい。ああ、そうですね。この狐、特に前を行く狐がモテモテで、オスだったんですけど、この狐、良くない狐で、人間から食べ物いっぱいもらってたんですね。で、食べ物いっぱいもらってるせいで、モテたんですよ。適度にその食べ物を貯蔵して、それを他の狐に分け与えるんですよ。そうすると、ちょうどこれ、まだ今ぐらいの季節だったんですけども、恋の季節って大体1月2月なんですよ。この時期から複数のメスに追いかけられてるオスになったんですよ。すごいですね。キツネってその食べ物を貯めるんですね。食べ物貯めてますね。穴を掘って埋めてるんですよ。ただ、穴掘って埋めてるものは、コンビニで売ってる惣菜パンですから、卵サラダパンとかマカロニパンとか、ろくでもないもの食べてますよ。まあちょっと、狐が食べるべきものじゃないいのや、で絶対ダメですね、そんなのあげたら。ね。ね、本当に。あ、なんか皆さんからまたコメントいただいてますね。キャサリン・ハワイさんから、出た狐ちゃん。やっぱり、ね、井上さんっていうと、狐のイメージが。ね、こういう井上さん写真集を出されてて、あ、そうでフすォローね。ミーという、ナショジオから出てるので、皆さんね、井上さんのこの言う狐の写真が見たい方は、ぜひこうともいよろう、しくお願いします。あとは、こちらね、北国の手紙柄ということで、ああ、こういそううですのもね。出てエッますセイんで、集が。出ておりますんで、で。11月には今度は2冊、写真集も出ますので、どうぞよろしくお願いします。あとまた皆さんからコメントいただいてますね。ともみっきー1023から、美人さんですね、ああ、美人、本当に美人な狐ですね。ちょっと一枚戻ってみましょう。これね、確かに鼻の高い狐ですよね、これはね。そうそですね。して、同等の狐より鼻が高いのが、美瑛、富良野、そしてこの東川のあたりの狐の特徴のような気がするんですよね。これが、知床の方に行くと、ちょっと鼻があまり高くないような気がしますね。そしそうてなん目ですのね。下の彫りが深いのが同等の特徴で、この上川盆地はちょっと美人が多いかもしれません。
なるほど。そしはて、まあ、あとまたコメントください。ミントチョコさんから、本当だ、鼻が長い。長いですね。長いですね。もうこの美人の狐に会いにね、東側に来るというのもいいのかもしれないでい。はい。ああ、いいす。ですね。はい。あと、ことことそだあそびさん、狐を取る際のポイントはありますでしょうか？今年の1月に狐を取りに行ったのですが、あまり取れずっていう話なんですけど。朝早い時間、日が昇る前後の時間と、夕方の、3時前後ですかね、その日没の近くの時間に、探すといいと思います。で、特に冬は探しやすくて、姿が見えやすいっていうだけじゃなく、足跡が見えますから、新しめの足跡があったら、そこでずっと見張るのもありですね。なる必ほず同ど。じ場所を通ると。はい。これ同じ場所を通るの好きですからね。はい。まあ、あと冬の方が可愛いですよね。ああ、そうですね。冬着がふさふさしてますから。はいははい。い。冬の方がいいと思います。ね、ここうれから来例えますよ、ば、いい時はい。期が。ただ1月に取りに行った取れずっていう時は、これあれですかね、誰か地元の写真家の人に案内をしてもらうとか、そういうのがいいんですかね。そうですね。ただ僕ほど狐と一緒に撮れるやついるかな。なかなかいないんじゃないかな。なんか昔井上調さん子になったりして。写真のガイドもされてましたけど、今はもうされてないんですか？今は全然僕しなくなってしまいましたね。お忙しいですね。海外の写真ツアーの添乗をするとか、あとは、日本国内でも時々大きなツアーがあるときに、するぐらいで、なかなか今はできなくなってしまいましたね。なるほど。まあ、ちょっとじゃあ、ちょっとうまく探していただければと思います。あと、ブンブン4894さんから、わーい、絶対買いますっていおお、ありがとうございます。ありがとうございます。う。これね、この方が写嬉し真いね、でこす。れ、ちょっとぜひ。あと、新しく出るやつですかね。はい。はい、ぜひ買っていただければと思います。そして、ちょっと次の、写真。あ、これはどこですか？あ、これは東川町の山奥にあるですね、中別ダムっていうところがあるんですが、そこにある、七色の噴水と呼ばれているところですね。で、自噴型で、これずっと、ダムの重力で吹き上がっている噴水らしくて、太陽光線を浴びて七色に輝くので、そして周りの、いろんな植物がですね、季節ごとにいろんな色になりますし、また、空の色を反射して、とっても綺麗な噴水だなというふうに見てますね。これじゃあ、そのモーターで上げてるんじゃなくて、自噴してるそうなんですよね。おお、これは何に使うダムなんですか？このダムの水源というのはですね、先ほど出てきました、一番最初に出てきた写真の水がこう出ている、旭岳の源水が出ているところから引っ張りまして、そこの源水とこの湖面の落差でもって上がっているものなんですけども。この池がフクロウの池っていうんですが、水が溜まってますけれども、水のその、なんていうか、水を循環させて、水を腐らないようにする、まあ、そういう機能を持った噴水なんですね。で、ちょうどその噴水の高さが1500センチ、まあ、15メーターなんですけれども、朝日を背にしますと、虹が見えるということで、我々は七色の噴水と。こういうふうに呼んでるんです。なるですから、まあ、水のその環境浄化と観光資源と、そういうものを開発をやったらしいということが言えると思います。ほど。なるほど。先ほどの源水がここに溜められて、で、その溜まった水が腐らないように循環をさせてると。で、15メートルこう噴水が上がってるっていう話なんですけど、やっぱね、こういう水で作られているっていうのは、もう本当にこう必然的にこう、ご飯が美味しくなりそうな感じがするんですけど、我々もこちらに 東川米というのを持ってきてるけど、これ井上さんもこれ普段この東川米食べてらっしゃるんですか？ああ、これ一番おいしいお米ですね。はい。移住した時もこのお米をもらいました。ようこ最初そもと。らえるんですか、これ。ああ、これ移住したらもらえるんですよ、お米が。なるほど。これね、今新米って書いてますからね。ただこれ今、これ買うのはオンラインでしか多分買えないんですかね、その道外からだと。で、あとは、私、道の駅のオンラインショップが後でご紹介しますけど、あるような、そこでは買えるというようなことでございます。ね、僕らもこのお米、本当美味しくてですね、賞取るぐらいですからね。あ、賞を取ってんですか。
何のそうで賞す。取られたんですか？去年ですね、夢ピリカコンテストというのが、毎年あるんですけれども、去年その中で金賞を取っておりますから、北海道で夢ピリカが一番おいしいというのが東側のお米ということに言えると思います。夢ピリカナンバーワン。北海道の夢ピリカナンバーワンと。はい。すごいですね。僕もこういうおにぎりとかですね、これ茶店っていうところの、玄米のおにぎりとか買って、朝とか早朝行って買ってきたりとかですね、いろいろしてるんですが、これはなかなかすごいですね。そしてちょっと次の写真も。はい、どうぞ。全国からですね、お求めをいただくという場合には、ふるさと納税で申し込んでいただければ、お求めることができると思いますので、ぜひチャレンジしてみていただきたいと思ないるほど、ふるさと納税で先ほどのお米が買えるんですね。ます。はい、こそうれです。はいいですね。僕は実はふるさと納税させていただいて、お米、実は東蒲米をずっと最近食べさせていただいありてがるんとうごでざいすまね。す。いやいや、本当ね、これ、美味しいんですよね、これね、これは。そして次の写真も拝見して、これすごいですね。ああ、そうですね。これは街で一番綺麗な桜、一本桜ですね。先ほどの遊水地のところに咲いている桜で、まあ一本桜と言いつつ右側にですね、子供のような桜が咲いてるんですが、これ天気がいいと、この桜の奥に、大雪山、朝日岳が見えてくるという、残雪と桜の美しい光景が見えるとこなんですね。そはい、したてだこれ撮るの大変で、桜咲いてる期間がものすごく短いんですよ。そうなんですか。そうなんです。一瞬で終わっちゃうんですよね。もう2、3日ですぐ終わっちゃうので、撮るのが大変なんです。そのはい。間にこうね、きれいに水面がなってくれたりとか、晴れてそうくなんでれすよたりするね。みたいですね。まあでも、この水で作ったお米だったら、確かに美味はい。美味ししそうそうですだ。か？ で、これ我々もいただいたんですけど、大雪朝日岳原水っていう、これ売ってるんですか、これは。売ってますよあ、売っね。てます、はい。売ってます。あ、売ってるんですね。でも、売こってれます、売ってます。町民はただで飲んでるってことですよね。そうです、そうです。地下から汲み上げて飲んでる。そうですね。お風呂の水にもこれを使ってるってそうことでですよよね。ね。はい。これ、とんでもない話ですね。なるほど。これね、あと、井上さん、いろいろと、もう、東側でこういうふうに今、買おうとして活躍されてるようですけど、もともと東側にお住まいだったんですか？いえいえ、その前は僕は仙台に住んでました。で、まあ、司法試験の浪人生なんかをやってて、で、もうそろそろ司法試験受けるなんてやめてしまおうと、思ったときに、これからの人生どうしようかなと思って移住したのがこの東川町で、僕実はその写真の街ということをよく知らないで、移住したんですが、移住した日にですね、中別川の川をこう渡る橋のところで、写真の町東川町って書いてあって、ああ、なんか楽しいとこ来たぞと。で、転入届をですね、町役場に出しに行ったら、お米をもらえて、なんかすごくウェルカムされてるんですよね。お米の名前、ウェルコメでしたけどね。はい。で、こう、そう、なんか新しいことがここでできるんだろうなっていう期待を持てるようなところで、で、やっぱりウェブサイトでこう調べてみるとですね、やっぱりいろんなことにチャレンジして移住してる人たちがたくさんいて、そして、なんかうまくやられてるなと見える方もたくさんいて、これはもう自分にももしかしたら、チャンスがあるのかもしれないと思いながら、その日はですね、旭川に宿を取ってたんですけども、旭川に向かうときに夕焼けが綺麗で、いまだにですね、移住した頃のことを思い出すと、あの日の夕焼けを思い出すんですよね。ここで頑張んなきゃなーなんて思いながら見てましたね。これやっぱり移住してみて、溶け込みやすかったですか？そうですね。移住してる方が非常に多いので、別に疎外感もなく、まあ、決して元からいらっしゃる方が疎外的な感じというわけでもなく、自然に街の中の人になれたというのが、これは他の方にとってもとっても、移住しやすいところなんだろうなっていうのを感じましたね。ちなみにちょっと写真のご質問来てるんで、ちょっと拾いたいと思います。美しいデザインさんですね。北海道では桜は大抵いつ咲きますか？多分東側はどのぐらいですかね。ゴールデンウィークの間に咲くこともあります。5月の一番最初の日あたりですかね。
はい。あとは、ちょっと遅い時だと、ゴールデンウィーク終わってからでしょうね。はい。ミントチョコさんがウェルコメって受けてますね。これ、町長がつけられたんですか、この名前は。うちの職員です。あ、そう職員がですね、ウェルカムにもじって、ウェルコメと。なるほど。で、今ちょっと話戻りまして、移住の話がありましたけど、所長、これ、今、移住者の方が大体半分ぐらいっていうふうに、ちょっとこの間伺ったんですが、それは本当ですか？当店はそれぐらいか、それ以上になるんじゃないかと思います。そうすると、こう、気楽ですよね、きっとね。あと、こう、今、写真家、井上さんね、写真家として移住されましたけども、他にもいろいろとアート活動をされている方が、そうですね。いらっしゃ多るくといらっしゃう。るようで、写真家の方もたくさんいらっしゃり、しかもですね、若い方、僕ぐらいの、さらにその下の年齢の方もたくさんいて、やっぱりこれからアートな活動をしようという人たちにとってみると、住みやすい場所なのかなと。で、実際僕が仕事をいっぱいし始めた時に感じたのが、東京までの時間距離がとっても短いんですよね。札幌に行くよりも、東京に行く方が早く行けちゃったりすると。街から車で10分で旭川空港ですから、フライト時間の1時間前に家を出れば余裕で間に合うわけですよね。はい。ひどい時僕30分前に家出たりしてましたから、荷まあ、物預確けかないとに旭思え川ば乗空れちゃいま港っす。て、チェックインまでの時間が異常に短いですそうよそう、ね。短いです、短いです。あはい。と、駐車場からゲートまでものすごい近いですよ近いです、近いです。勝負かけることできますから。そうですで、やっぱりね。年間100回以上飛行機に乗ってあちこち僕は移動してるので、やっぱり時に勝負になる時があるんですよね。はい。負けたこと一回もないですよ。それぐらい便利なところです。でもね、そういうアート活動をしている方がたくさん集まってきて、僕もこうね、こう今着させていただいている T シャツもそうなんですけど、東側にこう住まいの方がこうデザインされているやつですけど、で結構かっこいいデザインをいっぱいされてて、で僕ら他でもいろいろ見たんですけど、まあ、こういうコーヒーとかですね、全部なんかセンスがかっこいいんですよね、これ。こういうのもそうですし、こういうのもなんか原宿で売ってるような。感じのものがたくさんあって、さらにちょっと感動したのが、これですよね、これ井上さんの写真がこうコラ ボそうでそう、使キわツれネてのいるっコていーヒーう、が大切コーヒーさんから、はい、発売されてるんですよこね。れがそうです、そうです。お気に入りなんはい。だっていう。空港でお土産でいっぱい売られてますから。これですか。はい。はい。なるほど。いや、ね、ドリップコーヒーになるってやつですよね、これはそうね。です、そうです。なんかはい。もう。こういうそのアーティスト同士のコラボレーションっていうのがこうやって起きてくるのはなんでなんですかね。そうですね。やっぱりその発表の機会というのを持つのがなかなかできない中で、どなたかが発表の機会を持つときに一緒にというのをやれば、2倍、3倍になって発表の機会が回ってきますから、やはりそれができるっていうのは嬉しいことですよね。なるほど。ちょっとここで動画をちょっと拝見をしたい、ちょっとお見せしたいんですけども、まさにその、まあ、ここですね、ここは、これちょっとどこか教えていただけますか。これちょうど街中の中心部にある、もともと東川小学校という一番大きな学校があったところなんですけども、それを移転して、こういう施設にしました。ここは図書館ですか。セントピアというところなんですけども、図書を中心として、図書館でも美術館でも博物館でもない、第三の居場所というような位置づけをしております。図書のコーナーが一番大きいんですけれども。図書館でも美術館でもない第三の居場所。これ井上さんのね、写真もこういうふうに、やっぱりこうちゃんとあ住りま民すね。のね、あ、ありがとうございアーまティす。ストのこうさんの T シャツまで映えるようあ、なこれね。ね、僕の狐の T シャツですね。私ですね、こう家具がね、こうあ、たこくれはさんこう。新しく誕生したお子様に差し上げている君の意思という施設で、今の展示は。なるほど。やっぱり朝日、ね、実は東川町、家具の町でもあって、今、町長おっしゃったのは、この家具を、お子さんが生まれると、それをプレゼントされるっていう、中学入学するときにもまたプレゼントされて、で、卒業されるときにはそれを椅子を持って帰れるっていうふうに伺いましたけど、やっぱりこういう、その時の椅子はこんなかっこいいやつが一個あるんですね。そうですね。
なるほど。まあ、こういうふうにそのアーティストの発表の場自身を街が用意をされていたり、で、そこでコラボレーションが起こったり、で、それをまた子供のうちからこう、接するということを通じて、またさらにこう、アートをやってる人たちがこう移住されてくるんですかね。そうですね。はい。やっぱ井上さん、ここ移住してよかったですか？よかったです。ね、この施設もできたとき、すごく嬉しくて、Wi-Fi もあるし、机もあるし、自分の仕事場にもできそうなところですから、本当にありがたいなと思います。皆さんから LV4263 からも、とても綺麗ですって言われてますね、これね。いや、う僕ね、僕もびっくりしたんですん、うん。よ。本当綺麗な図書館で子供たちがすごいこう真面目に勉強されてたりとか、ものすごいいい場所ですよね、ここそうですね。は。子供と、そして、今、生活をしている人に投資をするという、なんかすごくこう、住む住民にとって、模範的というか、ありがたい投資をしてくださるのが、この街の特徴だなと。その意味では僕はもう、もし北海道に移住を考えられているんだったら、東川町っていうのは、僕はとってもおすすめのところの一つだなと思いますね。僕は子供を育ててる身として、またその、片隅ではありますけどね、写真のその発表の場をご提供するという意味で、アート活動に若干触らせていただいている人間として、子供であり、アートでありに投資していらっしゃる街っていうのは、これ本当にありがたいですよね。そうですなね。んか、この施設は、居心地がいいですよ。今、早速ご質問またいただいてますけど、ことこと外遊びさん、この施設は町民の方以外でも入れますか？誰でも入れるということで、国内外問わず、赤ちゃんからシニアまで誰でも歓迎という施設です。もう町民に限らず、もう国内外、すべての方がここはウェルカムされているということだと思います。ちょっとまた、コメント拾っていきます。ミントチョコさん、職員さんのネーミングセンス素晴らしいですねっていうコメントいただいて、これ、ウェルコメのことですよね。そうですね。あと、ブンブン4894さん、コーヒー欲しい。先ほどの多分この井上さんのココーヒーーヒーですね、よ美味しね。いですそうよ。ね。はい。あ、これね、僕本当飲みましたけど、今、実は我々、こう、あの、か、か、ふるさと納税を東川町にすると、株主と東川町の株主というふうになって、東川町で泊まる権利を得るんですよね。で、そこにも、その施設にもこういうものが置いてあって飲めるので、いいですよ。あと、多分オンラインでも販売をされる予定だと思います。道の駅のオンラインストア、後ほどそこはご紹介させていただきます。それからですね、やよい071415さん、空港で売っているのは旭川空港だけですか？これでしょうね。そうなんですああ、か。そうですね。今のところは旭川空港だけで、はい、販売されてますね。空港では。確か、旭川空港に東川ミートっていう建物ができて、そこでその東川町のものがいろいろ売ってるっていうふうに伺ったんですが、町長、それは。9月の19日からですね、オープンいたしまして、東川で作られているさまざまなものがそこに展示販売されています。その中にもコーヒーがもちろんありますので、ぜひご利用いただけあ、れそれば。は多分、旭川駅ですよね。いやいや、空港にもあるんです旭川か？空港に、ええ、すごい。9月の19日オープンしましたので、そうなんですか？そうですあ、ね。す来ごいで週す乗ね。るんで見てきます。ね、僕も見ておこうと思います。あと、ミントチョコさんから、なんか井上さんに質問ですね。井上さんのコラボグッズはコーヒー以外もたくさんあるのですか？コラボグッズ、まだコーヒーぐらいしかなあ、T いシャツ、T シのャツ、T シャかツ。な。そう、コーヒー。T シャツぐらいですかね。誰か企画してください。できるだけ協力しますので。募集されてる、そう。この T シャツですよ、この T シャツね。これね、本当 L サイズまでしかないそうなんで、ちょっと井上さん着れなかったんですけど、今そうね。なかなか僕のサイズ作ってくれないので。まあ、あとはね、ポストカードとかカレンダーとかはあるけど、カレンダーって言ってももう9月ですからね。ああ、はそうですね。い、来まあ、年。来年のね、カレンダーを、これは。あと、ですね、ニコン、コエガオママさんですかね。子育て支援も充実してますよねっていう。そういえば。そうですね、ゼロ歳児からのですね、受け入れもしてますし、生まれた赤ちゃんには先ほどの君の椅子と誕生してくれてありがとうということで、名前の入った椅子をですね、お送りしてますし、子育て支援も手厚くやってますので、
ぜひご紹介いただければと思います。なので、働くお父さん、お母さんも、ね、お子さんいらっしゃる、預けができるし、さらに待機児童ゼロというふうにも伺ったので、で、その上、高校まで医療費ゼロっていう話ですもんね。これなか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 、でございますが、そして、これですね、またまだここにもそうですね、栗田智明さんですかね、クリエイティブの感性が養われそうですよね、もう本当にそう思いますよね。ありがたいところですね。はい。本当ですね、そのちょっとクリエイティブの感性が、のこう発展、まあ、こう生かされた、ちょっと写真、井上さんのそろそろ写真を拝見したいんですけど、すごいですね。これ町の、本当に奥の方にある天人峡という、小径地があるんですが、そこにある柱状節理ですね。大雪山旭岳が噴火して流れた溶岩がこれだけの高さがあって100メートルぐらいあるんですけども、そこに雨が降って川ができて、急速に冷やされて割れてできて、地表に出てきたのがこの地形なんですね。はい。天ここ人行くのは峡。やっぱり秋と春がいいですね。紅葉の時期と桜の季節がいいですね。僕もこれ実は紅葉の時期一回伺ったんですけど、ここはすごいですね。すごいとこですね。はい。ここでもまだ全然写真撮られてない気がするんですよね。そうですね。ちょっと未開拓なところかもしれませんね。はい。ぜひちょっと皆さんで開拓していただいてね、すごい場所だっていうのをね、知らしめていただければと思いますけど、ちょっとご質問をまた拾っていきたいと思います。カパちゃんさんですかね。北海道移住したいのですが、冬の水道管破裂みたいのが心配ですって言われてますけど。水道管破裂したことないですよ。ありますか？いや、ないですよ、そなんいなでことなすい。よね。やっぱり水道管破裂しないように、工夫した家づくりに今なってますから、そして本当に家の中暖かいですから。アイスクリーム食べてるんですよ、半袖で。我々北海道民は、夏は25度を超えたら溶けるって言って暑がり、で、冬は部屋の中の温度が20度を切ると寒いって言って、アイスクリーム食べるのをやめるぐらいですから。はい。いいとこですよ、北海道の家は。もう移住者が言ってんだから本当ですよね、きっとね。大丈夫そうですよ、水道管破裂は。これは。あとまたご質問いただいてます。上尾ういさんですかね。町長も写真撮影されるのですかっていうご質問来てますけど。私も若い時はですね、いろいろカメラもしまして、あちこち行って写真撮りましたけれども、町長になってからは、ほとんど撮らなくなりましたね。なるほど。若い頃は撮らないけど、まあ、町長になると激務でなかなか、こう撮れないっていうことですね。ここまで住みよくしていただいてますから、お忙しいと思います。もう激務がね、あるんでしょうね。本当ね、これはしょうがないですね。あと、ガーディアンベルさんですね。美しいですね。あと、フィロ SP さん、北海道行きたい。やっぱりね、ぜこひぜれ。ひ、いや、でも、東課長に。ね、あとこの天人峡と、あとその、年取っても、その、旭岳は本当に楽に登る。いや、もう高尾山より楽ですよ、これ。僕言いそうまかすもけしれないど。ですね。完全に高尾山より楽です。高尾楽だ山と登思いれまるす。人だったら10回登れるぐらい楽です。そうでで、すまあ、ね。実際、ロープウェイに乗れば乗ればいいだけですからね。そうです、そうです。多分、日本で一番僕は登山が楽な登山だと思うんですけ階ど。段の段数一番少ないんじゃないですかね。そうでしょうね、きっとね。これ人、なんか、車椅子でね、行けそうなぐらいな、なんか感じがしますけど。いけると思います、いけると思いいます。ますかね。すごいですね、これ。本当。あとですね、ナモさんからですね、若手の写真家とかどんどん育つでしょうね、こういう環境は素晴らしいですねって来てる。いいとこですね。これは。実際なんか、井上さんのお弟子さん、北海道に移住されて住まれてるんですよね。そうですね。清水恵里という女の子が、去年の2月に移住して、で、今はもう、一人でたくさん仕事をするようになって、最近だと、CM の撮影までやってましたね。すっかり一人立ちですね。まさに、井上さんがこう東川町で育たれたように思いそうつですね。ね。で、やっぱり、清水エリが言ってたのは、全国の仕事が、航空会社の仕事をやって、全国を飛び回ってたんですけども、やはり空港が近いので、すぐにですね、待ち合わせの空港まで、
飛んでいけるっていうのが便利だって言ってましたね。まあ、確かにそれは大きいでしょうね、空港。まあ、あと、北海道内取るにしてもいい場所ですよね。ああ、そうです。どこに行くにも大体同じような時間かけていくので、ちょっと函館だけは例外ですけども、函館はね、飛行機で行く方が近いんですよ。羽田まで一回行ってから、函館に入る方が近かったりするんですけどね、時間距離は。なるほど。そうしようがないですね。それは。函館以外全部行けるんだったらね、もうすごいですよね。そうそう、根室に僕10回ぐらい通ってますからね、年間。もうすごい。苦じゃなくなってくるんですね。なるほど。カパちゃんさんから、よかったです。あ、先ほどの水道管破裂を心配された方ですね。あ、ちょっと暮らしを考えま考すっておっえしゃってまますっね。ておっしゃってまぜすひか。ぜひぜひ、まず遊びに来てください。確かこれ、1年間お試し移住みたいなのもあるんですね、町長。そうなんです。今年から始めましてね、8個の、空いてるところがあったんですけども、応募いただきました11個の方、11人が来られまして、11人が応募がありましてね、抽選のような形で、まあ、8個、32人が1年間移住してくれるというようなことになっておりましたので、ぜひその他にもありますので、チャレンジをしていただきたいと思いじゃあます。これからも応募ができるんですね。できることあると思います。なるほど。またね、東海上にその株主として、まあ、ふるさと納税をされると、泊まれる場所がありますから、確か暮らし体験館ですかね、そうというで場す所ね。で、1泊2泊でも住んでみて、東側のセンター、いわゆるそのもうど真ん中にあって、そこで試すっていうのもね、あるかもそうしれでないですすね。ね。それいいですよね。ね、本当すごい快適な場所なんでね、これはね、いいかもしれません。そして、ミントチョコさんから、函館済みですが、どこ行くにも大変です。逆にありますそうね。ですよね。そうですよね。室蘭がね、向こう側に見えてるとき一番きついんですよ。車で走ってると。そう、どうしてこう、函館と室蘭の間に橋がないのかななんて思っちゃうぐらいぐるーっと回るんですよね。またガーディアンベルアヤさんからお試し移住行ってみたいですっていあ、素敵ですよね。う。確かに。で、一回その四季を経験してみないとちょっと怖いとかね、あったりするし、まあ旅行行って何回も行ってこう試すっていうのもあるでしょうけどね、お試しで、特にこのワーケーションみたいなのがね、来れればね、多分いいんでしょうね、こそうれ。ですね。地元のお店で、原材料を買って、それを料理して、自分で食べて、そして、農家の、軒先で売ってる野菜を100円で買ってみてっていうことをやってると、また、旅行では味わえないものも、きっと味わうことができると思いますから、ぜひそういう味わい方もしていただければなと思いますね。なるほど。ちょっと皆さんにね、お試し移住、これなんか好評みたいですね、所長ね、これね。そうなんですよ。ですから、うちの役場の方にですね、電話等で問い合わせいただければ、ご紹介できると思いますので、どんどんお問い合わせいただければと思すいまごい。す。なるほど、なるほど。これちょっと、役場の方に、ぜひホームページで調べて、役場の電話すればいいですか、ちょっと。でもね、あ、電話電いた話だでけ大れ丈夫ば。だそうです。ぜひぜひ、電話してみてください。あとですね、今、暮らし体験館っていうね、一泊二泊簡単に泊まれるような場所なんですね。ここなんかも、本当に通信環境とかですね、もう最高に良くてですね、ちょっとこう、詳細の動画もちょっとお見せしちゃいましょうか、ちょっと。これ一軒、ここに泊まれるんですよ、まず。ここ。これすごくないですか、これ。これ僕、こういうところにふるさと納税、ちょっとこれ5万円ぐらいしか、なんかある程度してると、で、あとこれがふるさと納税してると、ただで泊まれる場所です。これ家族でこう、ね、3LDK ですから。そうですね、中に使っている家具はですね、東側の家具製造会社で作られた、まあ、最高級の家具を使っているという住まいになってます。ぜひご利用いただきたいと思います。東側の最高級の家具、東側で作られている最高級の家具を使っているところに泊まれるということなので、これはすごいですね。あ、なんか、いただいてもね、忠津さん、札幌在住ですが、行ってみたくなりました。ぜひ ぜ札ひ、幌かぜらひ。のね、移住っていうのもあるのかもしれないですね。これは、これ、いや、本当にね。あと、あ、お、えっと、これ、チャン、えー、メン。シャンさんですかね。すみません、読み方は分かんないです。井上さんの狐写真、とても素敵です。やっぱ本当にすごいああ、あな。りがとうございます。ありがとうございます。ね、
あとガーディアンビルアヤさん素敵って弥生さんからもすごいと思うんですね。これいや本当すごいと思うんですよ、うん、これそう特にこの建物の中すごいですよ。古民家を改修したここはすごいです。はい、この建物とこの後出てる部屋の中はちょっと違う建物なんですけど、ここの、はい、あのもっとすごいそうですね、この建物の中は。これ綺麗ですよ。あのいずれあの古民家の方にはあの僕の写真が展示されるようになるはずなので、ぜひとも皆さんお泊まりくださいね。えこれあミントチョコさん、ここがただでふるさと納税しなきゃ。本当ですよ、しなきゃ。ありがとうございます。実質2000円で泊まれるようになるわけですからね。あそうですね、ふるさと納税すると実質2000円ですよ ね, ですからね、はい、恐ろしいですよね、こんなことしていいのかっていうぐらい、はい、本当に。上尾さんからも外観も室内もおしゃれですねって言われてますね。あとことこと外遊びさん、東課長来週の旅行旅先候補に入れさせたいです、入れてください。これちょうど朝日岳ありがとうございますですから、これは本当にいいと思いますよ、うん、そしてね食べ物も大事ですよねこれね。あそうですね、あそうそう、これ僕町で一番の好物の夏カフェさんっていうところのハンバーグなんですよ。ハンバーグ見えないですよね、ご飯でこれものすごい大盛りのご飯で、これ僕ご飯で残したりするんですけど、あのハンバーグが草履のように大きくて大変なんですよ。で野菜から食べた方がいいって言うじゃないですか、はい、野菜奥に野菜があるんですけど、あの野菜を全部やっつけた頃にはもうお腹いっぱいで全然あのハンバーグとご飯が入っていかないっていう大変なプレートなんですね。すごいですね、はい、そしてさらに次も拝見してみますけど、これなんか美味しそうな、これ。あそうですね、これあの北の住まい設計者というあの住宅と家具そしてあの雑貨を売っているあの綺麗なカフェがあるんですけども、はい、あのそこのアンパンなんですね。はい、美味しいですね、もういいですね、はい、そしてちょっとさらに次をあの拝見したいと思うんですけど、あこれあの我が家で炊いた米ですね。うちはあの炊飯器がないんですよ。毎回あのストーブっていう鉄鍋であるいは土鍋でご飯を炊くんですけども、それをこう東川のお米でやるととっても美味しくて、はい、でそこにちょっとしたあの味の濃いおかずを乗せて食べると、とってもあの幸せになれますね。これあの僕もこれお米を新米を新米ですか、どこで手に入れたんですか。いいですね、本当にうまいですよ。うんうん、いやいや、あ本当うまい、いいですね、僕も食べたくなりますね、うん、甘いですね、うん、うん、いいですね。 僕まだ新米にあれついてないですもん、うん、はい、昨日か一昨日ぐらいに出たばっかりみたいですよ。ああそうなんですね、うん、だから本当にそれはまだ、もしかしたら今日手に入るかもしれないですね。あでもやっぱ全然違う、僕は家で東川米食べてるんですけど、うん、あこれ違いますね新米、うん、あこれ閉まった家帰ってからちょっと辛くなるわ、なるほど、お米がしね美味しいと幸せですよね、うん、うん、これだけでごちそう、いや本当ねご飯だけでごちそうになりますよこれ、はい、うん、ミントチョコさんからも美味しそうって言っていただいて、上尾さんからもうこれだけでごちそうですって言って本当に、うん、あニコニコ、笑顔ママさん、東川さんピュメピクリカ本当に美味しい、いや本当にですね、うんうん、本当に美味しい、召し上がったことあるんですね、うん、いやこれはマジでうまいですよ、うん。そして次の写真も、おこれなんですか、ね、これうちの食卓ですね。あのうちで採れたズッキーニがあるんですけども、やっぱりあのこういった土地に移住することの楽しみの一つってあのご飯だと思うんですよね、うん、あの、うん、美味しいご飯を作るための美味しい食材が、至るところで手に入ります。このズッキーニは1本50円とかですね100円であの農家の軒先で販売されていることもありますから、あのその夏の季節がです、うん、とっても楽しみになるんですよね。なるほど、はい、すごいですね、うん、やっぱ自分でね作ったものも合わせて、そしてちょっとこういうものをね、うん、あのこう売っている場所があるんですかね、これね、一面もあるんですけど、もうあとね実はおすすめしたいもの一個あって、この昨日食べたんですけど、こう大豆ミートってやつで、これあの、宮崎豆腐店というあの東川町 の, その道の駅のすぐそばにある豆腐屋さん、これを使ったまんじゅうをなんか今年から販売し始めて、その中に厚揚げとこの大豆ミートが入ってるんですよ。お肉が入ってないんですよね。お肉入ってないんですよ、ね、お肉入ってないんですよ、うん、なんかね、なんか2個3個食べても罪悪感少ないですよね。
そこ でも肉だと思ったんですよ、僕は。そうです、そんな食感ですもんね。完全に肉だと思って食べたら入ってなくてびっくりして、あ、大豆ミート便利ですよねって、本当これ、あ、大便豆利なんミートだ。もこれ、今はどこでもか買えないらしいんですけど、この後、お知らせするですね、道の駅の通販サイトで今後取り扱うそうです。なので、もうお肉ちょっと控えなきゃいけないとかいう方ね、井上さんとかみたいな方は。罪悪感との戦いだけですかいやいやいや、さらにトマトとかもね、こういうものに使ら。ったりとか、もうあとはいや、本当ね、すごいっすよ、こう全部おしゃれなんですけど、こういう、こうスコーンとか、こういうものも道の駅で大量に売られていて、これは全部かなり美味しいものなので、多分風景を見らに来られて、美味しい水を飲んだ後、美味しい食べ物が食べれるそうのでで、すね、はい。これは本当に多分幸せになる。あ、ガーディアンベルさんからね、高タンパクですし、そうですよね、本当に高タンパクな、体に良いものになると思いますよ、これは。あと、ことこと相談でね、東川町、来週絶対行きますって言ってくれました。もう、これもぜひぜひ、来週、絶対来ていただければと思います。そして、こちらですね、実際のページでございます。アンテナショップですね、をご紹介させていただきたいと思いますけども、はい、これですね、こういうふうにアンテナショップ、東川ミーツ空港店、これが先ほどお話あっこたんでれすは空ね、港じゃなくて、これは旭川ですね。これは旭川店です駅の、ね。はい。なるほど。そして空港にも19日にオープンしたってことは、オープンしたてなんですね。そうです。なんで、旭川空港で買ったりとか、あとはこれは旭川市内ですね。でもこういうものが買えますので、あとね、オンラインストアでちょっと売ってるちょっとものをちょっとご紹介する動画もちょっとあるんで、ちょっとこれ時間あるんでちょっとご紹介しておきましょうか。で、こんなような、ここはちょうど道の駅で展示されてる商品だったりするんですけど、こういろんなね、種類の各農家さんが作ってらっしゃるお米もあるんですね。こういうふうにご自身で売ってらっしゃって、あとその東川米も当然新米がこう山積みになっていて、こう、まあ、野菜、果物ですね、有機茶とか、先ほどお見せしたスコーンであったりとか、トウモロコシはもうそろそろ終わりのようですから、ね、井上さんの写真使ってるコーヒーとか、もうたくさんありますので、この写真を売ってるところがね、やっぱりこう写真の街らしいと思うんですけど、こんなものがあると。で、こちらの方ですね、オンラインストアございまして、これが、道草館という道の駅の、オンラインストア。ね、こちらの方が、まあ、もうすぐオープンになるっていうんですかね。ありますので、ここにぜひ来て買っていただければというふうに思います。で、こちらまたですね、東川町の情報発信をしているビジット東川というインスタアカウントがございます。こちらがその URL になります。このビジット東川、こちらはですね、まあ、見ていただくと東川町の、美しい、どんな写真が撮れるのかとか、皆さんがいろんなとこ行って撮られている写真をご覧いただけますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。そして本日のインスタミートのご様子ですね、この IGTV の方に、東京カメラの IGTV の方にアップいたします。ぜひこちらの方で、もし途中から見たよとか、ちょっと前半見逃したっていう方ですね、はここを見ていただければと思います。またですね、YouTube チャンネルの方には今度コメント入りでも、こちらの方はアップする予定になっておりますので、こちらの方に URL ですね、こちら来ていただければと思います。すいません、インスタグラムの仕様でですね、1時間で終えないといけないということなので、ちょっとそろそろお時間となってしまうんですが、今日は、井上さんも町長もお時間どうもいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。